今日モデルさんは、髪質もともとは柔らかいんですけど、グレーカラーとパーマを、繰り返していて、ちょっとかなり硬くなっているんですよ。で、乾燥したりとかしやすいのでゴワッと見えるんですね。量も増えやすいので、なんでそこをちょっと大人っぽくコンパクトにツヤがある質感に仕上げていこうかなと思っております。今日はどんな感じのデザイン？デザインなんですけど、基本的に仕事とかで顔の周りにあると邪魔だと思うんで、ちょっと分けていこうかなと思います。一応センターパート最近入れなんで、そこは取り入れつつ、ここは絞って奥の時に下ろしてもいける2ウェイスタイルですかね。そんな感じでやっていこうかなと思います。頭の形比較的綺麗なんですけど、生え方と髪の強さでここがめっちゃでかくなりますね。やっぱなんでここはちょっと注意しながら、センターパートってやっぱ分けるんでここに全部溜まりやすいんで、ディスコネでハイレイヤーを入れてここだけしっかりこうコンパクトに作っていこうと思います。じゃあやっていきます。刈り上げはいつも取ってるんですけど、この反り込み部分の下ぐらいですかね。でまずは、ガイドを設定して、ガイドに目がけてグラデーション状になるように、バックも同じようにこっからこういっちゃうとすごい硬い感じになって、人によってすっきりしたのが好きな人もいるんですけど、僕がどっちかというと安入な感じの方が好きなんで、上から絶対切ります。ウェイトゾーンから、あまり残りすぎるとウェイトすごい低いスタイルになっちゃうので、大人っぽくしたいときにちょっとこう横から見たときに子供っぽく見えるんで、ちょっとウェイト上げ気味で設定した方がかっこいいかなと思います。レザーでアウトラインちょっと切りたいんですよ。レザーで切るとアウトラインのボケ感がすごくいいですね。でこう下向くことで必ずここの皮膚が伸びるんで、しっかりとシェイプもできますし、沿わせることがやりやすくなりますね。なんでまずはしっかり下向いてもらって、しっかりこう肌に沿うように溶かしてもらって、じゃあ前髪から切れます。で多分ちょっと乾いたら上がるのと、パーマでさらに上がるので、目の下ぐらいでちょっと切っていきますね。で切り方は必ずまっすぐシェイプすると、そのままパチッとこう切り口出てるんで、こういう安入なスタイルにとってこのラインっていうのはあまりいらないかなと思っていて、ちょっとこう C シェイプ、まっすぐではなくて根元を少しずらしたシェイプをして、あらかじめグラデーションが入るようにシェイプしておきます。で切ります。ラインは U ですね。 V までいかずに、ちょっと少し気持ちセンターが長くなるかなぐらいの感じです。短いところがこの目尻の下のところを通っていくようなイメージですね。でサイド切るときに必ず後ろのウエイト位置をイメージした方がいいですね。今日は前上がりにならないような、大体まっすぐぐらいのイメージ でわずかにこう耳にかかっていくっていう感じですね。でここは後ろからこうサイドをこう切るんですけど、後ろまでこう取りすぎると耳の後ろが穴開いたんですよ。で耳の後ろが穴開いたらちょっとなんか馴染みが悪い感じに見えやすいんですよね。ここにちょっと髪落ちててほしいんですよね、見合わせには。なんであまり後ろ行きすぎないように、この耳を全体だとしたらこの真ん中ぐらいで取っていった方がいいかなと思います。ナチュラルにこうノーテンションでシェイプして、どれぐらい浮くんだろうなみたいなのもちょっと見ながら、浮く人だとあんまりこう上げたりとか短くすると多分この隙間が埋めれなくなるので、浮く人は男性もですね、ちょっと重みをまずは担保して、後ろがラインが出すぎてこう刈り上げとの差がここですね。ここがパチッとこうライン出るとやっぱちょっと可愛い感じになっちゃうので、うまくこう溶け込ませるためにここもレザーでなじませていきます。で刈り上げのエンドで必ずしもこう切り終わらなきゃいけないわけじゃなくて、パーマで少し上がることを想定したら、最低でも1センチは長く残しておいた方が後で処理しやすいと思いますので、ここでジャストで切らない方がいいですね。じゃあトップレイヤー入れるというよりは、グラデーションですね。この場合はグラデーションでいきます。また前にダイレクションかけてセンターが必ず残るようにして、これもこのままレザーでいっちゃいます。ここですね、さっきのガイドプラス1センチぐらいの設定で、あらかたフォルムが整ったんで、今度は質感調整ですね。今度こここっち顔周りにかけてここにインナーレイヤーを入れたので収まりはいいんですけど、耳上から後ろにかけてまだ少し厚みが出そうな部分があるので、ここは少し取っていきます。短いのでセンニングでもそんなに暴れないんですけど、パーマとレザーって結構相性が良くて、綺麗にウェーブが出やすいので最近僕レザーで取ります。でここをセンニングもレザーも考えるんですけど、レイヤーでまずはフォルムを調整します。このまま頭がこう丸くなってるんですけど、側頭部の延長で真上にシェイプしていきます。
必ずフォームがこう地肌から離れないように根元からしっかりシェイプして持ち上げます。で、真上に行ったらこれが表面に落ちてくる顔の周りに来る長さのガイドですね。ここまでを切っちゃいます。まずこうですね、真上に上げたら今度はこう下ろしたら、どこにレイヤーが入るかというと、はい、ここに、はい、入ります。で、まあ、しかも分かんないですよね、明らかにこう削った感じもなく、ただボリュームだけが落ちてるんですよ。で、今度はでも顔周りも少し抑えたいんですよね。ここの角ですね、日本人でここの出っ張りがある人が結構多くて、そこをあらかじめ締めておいてあげると顔が引き締まって見えるので、今度は前にします。これもコームが地肌から離れないようにしっかりと前に引いて、前髪も取らないように注意しながら、これですね、今度はさっき切ったところからもこう切っちゃいます。こういう感じですね。で、下ろすと今度ここにレイヤーが入ります。こんな感じで顔周りがシュッと溶け込むようにくぼんでいくんですよね。ちょっと正面もらってもいいですか。結構ここに厚みがあることで平面的にこうズドーンとこう四角いような感じに見えてたんですけど、こことこの内側、前髪が落ちてサイドの前髪が落ちてくる内側にレイヤーを入れることでこれが収まりよくなってるんですよね。そうするとここがコンパクトになって、しかも前髪がちょっとこう凹凸が出たような感じに見えるんですよ。オベージュ の縦長の前後に出る縦長の意味ですね。こっちに近づけていくのが、まあ、ゴールかなと思っているので、まあ、少しこう立体的に見える方法でした。カットが終了しました。こんな感じですね。下ろしてもこのままゆるっとこう目が出てくるような感じですね。クシャッとしてね、上げるときオンのスタイルは少し真ん中だけ上げてこう押していく感じです。こんな感じでパーマをやっていきます。うちミルクウェーブって言ってやってるんですけど、アルミノ酸のクーラインっていうストレート剤ですね。これまあ一応これを使うことによってセラミドとかケルテン入ってるんですけど、まあ言ったら水分補給ですね。水分補給をしやすくなる紙でもっちりかけられるんですよ。かつこう粘性があるものだと髪の毛にこうついてる時間が結構長くてゆっくりこう浸透していくんですね。液体だとそのままパーンってこう浸透するんですけど、ゆっくり浸透していくのがおそらく髪の負担が少なくてもっちりかけられる理由なんだと思うんですけど、これだけだとさすがにちょっとかかりづらいんで、これも同じアルミン酸のプリズムカール H ですね。これも質感めちゃくちゃ良くて、システアミンベースになってます。アルファシステアミンベースなんですけど、なんでシステアミンかというと、キューティクルをこう開ける力はそんなにいらないんですよ。結構こうグレーカラー結構しっかりしてるので表面が割とガサガサしていて開いてることが多いので、わざわざそれでさらにこうパッとこう開ける力を強くするとやっぱりダメージにつながるんですよね。なので開いてるものには あえてそんなに開かせないように中に浸透しやすいもの、こういうシステアミンベースのパーマ液でやることが多いです。これで、1:1で混ぜてこういう風なちょっとシャバッとした状態になるので、まあ、こんな感じで今日はつけ巻きしていきます。まずクリームつけ巻きなんで、まあ、一個一個つけたりもするんですけど、彼の場合はもう手早くいきたいのであらかじめ全部つけちゃいます。根元はそんなにいらないので根元にはつけずに髪が硬いところから途中につけていきます。あらかじめこうかかりづらいけど、まあ、そんなに動きがいらないのでかかりづらくていいかなみたいな判断でやってます。しっかりコーミングして根元だけ2回転です。で、毛先はコーミング、毛先だけドット内で逃がします。で、逃がしにくい人はこういう風に斜めに持つといいですね。ドットを斜めに持ってこうやってだんだんまっすぐになってくるみたいな、こんな感じにしとくと毛先ドット内で逃がしやすいです。はい、これ根元をねじることで従来のパーマって、まあ、こうやって周りでも、まあ、もちろんこう生えてる方向にだけこうカールが形成されますよね。なんですけどこの根元をねじることでこの緩いウェーブがいろんなところに散ってくるんですよ。で、前髪に行くに従ってちょっと厚みつけるために長さ残しているのでドットが半分上がります。半分大きくなります。この種類エバーロットとアニオンロットかな、種類違うんですけど、まあ、デメリットメリット両方あるんですけど、まあ、最近そんなに気にしないですね。でセンターは毛先を今みたいにこれどっちかに逃がすとセンターで分けた時とかに決まりにくくなるので、ちょっとここはロットを上げて平巻きで毛先入れ込んで巻いてます。まあ、そんなにウェーブっぽい感じも前髪に関してはいらないのかなと思ってるんで、
パーマ感出したい人は前髪もしっかりかけるんですけど、結構普段楽したいとかナチュラルにしたい人に関しては前髪は大きめでかけてます。ここはリバースでいきます。センターをこっちでフォワードで巻いてるんですよ。でこれリバースで巻くとこういう風に毛流れがつきやすいんですけど、結構馴染むんですよね。だから普通になりやすいです。普通の感じになりやすいんですよね。ここはそっと巻く。粉っぽいそういうパーマと、はい、そういうマカモト系のパーマも、はい、大きな違いって若者とかは、まあ、結構この、まあ、フレームがあるこうフォルムがこうあるじゃないですか。そこからこう毛先がファッとこうはみ出たような感じの動きが結構好まれてるかなと思うんですよ。まあ、そういう方はちゃんとこう、まあ、大体の枠内に収めてあげるというか、動き方をこう少し抑えてあげるのでアウトラインをこうそのまま沿わせたりしてるんですよね。ここまで動かさないとか少しこう、まあ、コンパクトにというかいいんですかね、まとめてあげるのがいいのかなとは思ってます。これ巻き上がりですね。1個外してみます。でこれミルクウェーブの特徴なんですけど、柔らかくかかる反面これ引っ張ると伸びちゃうんですよ。正確なチェックができなくなるので必ずこうテンションかけないようにそっと外します。これ絶対なんですね。 いつまでもかかってないみたいなことになりがちなんで、チェックの仕方はこの毛先のカールですね。今僕が巻いた毛先のカールでどれぐらいのこうカール形成率があるか、まあ、1回転しないぐらいとかで僕はいいかなと思ってます。液体を流した後にミルクパーマの時はこちらのヘマチン中間処理でつけさせていただいてます。pH をコントロールすることも目的の一つにとして使ってまして、アルカリに傾いた、髪の毛の液剤で状態になっているのを一度中間ぐらいまで弱酸性の方まで戻すことによって、まあ、これからクリップタイムクリップしていくんですけど、パーマの持ちとかあとカールの柔らかさとかも全然変わってくるので、一度こちらでヘマチンを使うことを、はい、やってます。うちこれからクリープをして、さっき初めに説明したように一液で6割ぐらいなんかさせて、でクリープでもうすぐ進めていくっていう考えなんですけど、なんでかっていうと一液のダメージを最小限に抑えたいっていうのがやっぱり一番にあって、でそのためにクリープの時間を使ってるんですけど、クリープってこう一液をまあ推薦して、まあ、残留しているものだけで少しだけ進めていくって感じなんですよ。なんで髪の毛の負担を軽減させてあげるっていう感じですね。乳液をつけていきます。一応クリープタイムが加温で6分自然で5分置いてあります。リキッドでつけて泡で追い打ちって感じです。はい、はい、ですね、入り込むスピードですね。こうやってリキッドでまず全体に染み込んでいくんですけど、まあ、当然乾いてくるじゃないですか。で乾いてきた時にこの泡が上からこうちょっとずつ浸透していくんですよ。純粋にこう時間差を作ってるっていう感じです。10分置きましたのでこれからアウトしていきます。はい、で時間こんな感じです。柔らかいのにこの弾力が出てるっていうのがいいところですね。お疲れ様でした。それでおっしゃるとおりです。こんな感じでちょっとこう僕がいつもやるのはパーマがかかり終わった後に必ずこう振ってみて、ちゃんと叱るべきところに落ちてくれるかとか、あとは溜まってるところがないかとかですね。で溜まってるところがある場合はもうウエットの時点で取っちゃいます。動かしながらこう無駄な部分がないかとか、ボリューム出すぎてないかとか、そういうところを見ます。弱風でまず根元をこすります。わずかに残ってるこのパーマの方向性をなくすというか、自然に落ちるようにやっていきます。この時にこうわーって振りすぎるとパーマも遠心力で伸びちゃうんで、もう地肌だけで前髪上げる時は根元だけです。大体まあ黒目の間ぐらいのところを根元だけを掴んでウェーブを伸ばさないように立ち上げる感じです。ムース使います。トリートメントムースですね。これは叩くように毛先につけます。場合によってワックスだったりとか別のスタイリングでおすすめることもある。僕もうデフォルトでムースつけてるんですよ。このミルクウェーブも水分との相性がめちゃくちゃいいので、まずはまあ、もちろん水で濡らすでもいいんですけど、濡れすぎるんですよね。スプレーでやると水スプレーとか濡れすぎるので、こういうムースでしっとり感を出せるので、僕はもう
基本的にはこれ使うように進めてます。その後にワックスつけます。はい、これはあのハンドクリームになるやつです。シアバターが主原料ですね。はい、はい、なしですね。はい、質感だけ。これ あるタイプもあるんですけど、これは全くないですね。グリースとかみたいな潤い感は出ないですけど、あのなんかしっとりするって感じですよね。はい、みたいに元々こう広がりやすい人はあのワックスとかだとちょっとゴワッと見えちゃうんで、まあ、基本的には柔らかく綺麗に見えるものをチョイスするといいのかなと思います。そのままピッとこう開けたりとか開けたりするのもちろんかっこいいんですけど、普段からそんなめちゃくちゃびしっと決めることって最近特にあんまないですよね。まあ大体みんなはあのそんなこうめちゃくちゃこうかしこまったところというよりは普通に会社で OK だったりとか、あの営業先で OK だったりとかっていうところが多いので、あのきっちり決めるというよりは決めてるけど、まあ、ちょっとどっかこうリラックス感があるというか、あの決めすぎないこう抜け感というのがなんかすごい今っぽいのかなとは思ってるので、まあ、フォルムはこうきっちりこう守って、あのそんな大きくしたりとか羽化をめちゃくちゃ作ったりとかはしないんですけど、まあ、こういう風な無造作の動きとか、分け目が曖昧だったりとか、ちょっとパラッと落ちてくるところとか、この辺がかなり今っぽい、ポイントなのかなと思います。